お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらのマイチクロスやっていきます。ということでなんとねこちらのエリポインキャ現在世界1位と2位が使ってます。はい、イアンですね。はい、ホグ使いのイアンとこのまあ枯渇がうまいライリー、世界ワンツーです。はい、新環境、まあ、何が強いんだろうっていろいろ試されてる環境ではあるとは思うんですけども、けどもけどもキモい、おマジでエリボンクロスかよっていう、やめてくれっていうね。やっぱこう新学期になってすぐって上位のデッキをみんな見ると思うんですよね。世界一って何を使ってんだろうとか今は何が強いんだろうってみんな気になって見るところで、あんたらがエリボンクロス使うとみんなエリボンクロス使うやんっていう俺みたいなやつらが出てくるから、いやマジエリポンクロス切ってなってくる。だからマイティが強いんでね、これマイティエリポンの仕組みがちょっと強いんで、どんなもんかね。はい、いやマジやばい、なんでエリポンクロスなんていう、もっとあるやんっていうね思いはあるんですけど、一体エリポンこうエリポン置いてから考える。ライト打たれたら、まあ、今回はね、ダックネスケダラで、これ、ヤマシュンさんだ。あの、ゴレ使いの方ですね。はい。なので、しっかり延命してあげて、もうこれだけで言ったら、ずるいわけじゃないですか。で、なんか回転がさ、早いからさ、これでエリポンが起きるわけですよ。まあ、守られちゃうと、こっから削りが難しいみたいなところはあるかもしれないけど、マイティで多分ね何とでもなると思うんですよね、こいつ壊れてるんで。なんかたまにマイティのね代わり何ですかってやっぱあるんですけど、むずい。 C っていうならやっぱバルキリーが近いのかなみたいなのは思いますけど、どうなんですかねっていうさ。でまあスケドラいたからな、これクロス置く必要あるのかっていう悩みがあるんですけど、まあ、一旦置いとくか。さあマジで、でもこれでも止まっちゃう。でライトニング打たれたっしょ。まあクロス置くのもあり、置いた方が良かったかもね、もしかしたら。まあでも一生攻めた方がいいっすね。攻めまくって相手にね形を組ましちゃうと良くない。攻めまくってエリアドがねやっぱあるんで、溶かしてアイスピで固めて、これやばいよなマジ冷静に。で相手はね右側ライトで削りたいと思うんで、うわ左側っす。いやめちゃくちゃいい防衛されてる。けど攻めるしかない。で前っていうか行っちゃってゴレ受け来る、タル来たらゴブリン、さあこれちょっとタイブレイクで負けちゃいそうですね。攻め取るね、使う。いやでもマイティが強いよこれ。ファイスピでちょっと削りにも行く。もう耐えたらウッドでよいしょー。さあいやもうそうなんですよ、もう戦術がこのエリポンとクロスどっちかが生きる。でそこにもし呪文をしっかり打たれたとしても、あのマイティでサイクルが早いんで2周目のエリポンを受けちゃうと、でそこには間に合わない。で、アーチャー、ゴブリン、アイスピ、アイスも強い。おーい。
い、動画潰しやないかい。何でもよろしくやね。守ってくんなよ、これで。さすがにね。まあ、世界ワンツーっすからね。さすがに、強い。もう、強い、ただそれだけっすね。さあ、こんなのも、ISP ゴブリンで、ホグだとクエイクがあるかもしれないですね。わかんないけど。まあ、あったところで、エリポンに打たしてクロスぶっ刺すもできるし、クロスに使わしてエリポン貯めるもできるんで、まあ、結局強いみたいなとこあるよね。潜りたいけどな。さあ、まあ、ここは仕方ないっすね。このダメージは。うん。逆に相手がフリーズも使ってくれてるんで、エリポンを受けるって考えたら、だいぶ美味しいダメージかもしれない。ダメージ1000受けるだけでエリポン受けてるんで。さあ、ホグ用に、構えて、ガゴ群れ。おお。この間ダメージ稼いじゃおう。キョスケもマイティだけでね、仕留めれるんでね。止めれるかつ潜れるんでね、これも撤退できます。で、爆破当たらず、なんならマイティーアーチャーの形で攻めることもね。おお、リボンボミラーね。なるほど。さあ、フリーズだからな、もうエリポン最強です。で、タワーと離した位置に置いた方がいいかもね。アーチャーとかフリーズで巻き込まれちゃうんで。人がいりそうな顔してたな。で、1コスでちまちまこのファイスムのダメージどうすんだい。受けちゃう。で、ホグなんで、もうこれ今攻めるカードない。まあ、来て強すぎガゴムレ。こんなのもうマイティのバガーであなたチリチリですよ。入りはわかんのか。あー、偉い。そのフリーズはね、偉いです。まあ、けどけどって話なんですよね、結局ね。いつ攻めるって話なんですよ。俺はいつ攻めてもいいですよね。まあ一旦ね、やっぱ気持ちいいですから、これも。しっかりね、確実に守っていく。ガゴ船だけなんか嫌だね。本当に俺も支度でこんなデッキ使ってるんじゃないんですよ。いつも言いますけど。クロスとかね、使いたくない。ましてや、エリコンクロス。何が楽しくてこんなことやってんだか。エリコンいっぱい貯めよう。何が楽しくてこんなんしたんやっていう。気持ちいい。やべ、え？やべ、こいつバチが当たる。バチ当たりなやついる、これ。やばい、やばい。間違ってる、そう。やばいよね。あ、でも、なんかダメージ入ってる。いや、相手諦めてはない。俺がただただコストが多かっただけ。はい、ウッド、あと、これ、15回ぐらいで勝てるかな。ふ、全然真面目にやってるんですけどね。暇すぎてやばい。え、クローンあったの？先言ってよ。オグガゴ群れクローンフリーズか。ちょっと危ないね、なんか。攻めます。攻めます、攻めます。コストが溢れます。マジ、もうこっからはエリアードの暴力です。そういえばめっちゃあったわ。さあ、いや、まあそりゃそうっすよね。だってもうこんだけエリポン置いてたら、
そうなるんですよ。なまめっき世界一いけんのかこれで。まあそういうことですよね。まあ自由ならエリポンいっぱい置くこと、エリポン置くかつチャンスだって時にもうね攻めクロス立てて思いっきり削っとくのが大事っすね。一応このデッキの弱点としては削れない、ウッドでしか削れないんで、削れるって時に本当削っとかないと削れないっすね。さあエレスピコウモリで食えくか、なんだろうね、ホグでエレスピコウモリなのかな、わかんないっすね。スケーレスピ、いやマジでちょっと特殊なホグだ。クイックかめんどくさいっすよね正直。おやトリトン、ロイジャイ、ロイジャイクエイク的な。エリポンクロスアンチがいる、そのローキックやばい、エレスピがやばい、これこれやばいね、勝ったら。これスケーレスピーっていうのがねちょっと厄介ですね。マイティが無効化されちゃうんですよね。あとロー結構、エリポンもいらない、エリポンいらないっす、邪魔です。めっちゃいいダメージ入ってる。こっちにロイ使わしたいよな。ここマイティ爆破熱い。あのダメージ痛えなマジ。さあロケコが厄介、一生攻めるしかない。クエイク持ってるんでね。むずいよね。ちょっと耐える、でかい、うっやばい、いやうっと回す、
うわー、3、3、3、なんやねマジで。うわ、勝てたな。なんか、守りなんか適当すぎたかな、最後。まあでも、さっきので、あれって考えたらね、めっちゃ強いな、これ。100-0 みたいなもんだもんな、あんなの。ワンチャンあるもんな、結局ね。って考えると、世界1位、2位になっちゃうんだな。さあ、小屋。小屋置かれたら俺だってね、同じようなの立てるよ。さあ、ポイズン。ポイズンだったらだいぶ戦いやすくなる。まあ、相手がポイでもクエイクでもライトニングでも何でもね、やっぱ呪文使うタイミング、攻めてくるタイミングとかぶせて攻めてあげるっていうのが大事になってきそうですね。さあ、これはスケルトンラッシュなので、もう俺アーチ置いとくとスケラ来たら天国。はい、これも天国です。ポイズン使ってるんで、フリーズとかない限りは全て止まります。はい、まあさすがにこれはカウンターで一体上げた方がいいですね。これだけできついよ相手。ウッド、こんにちは。小屋ってどうなんだ、クロスの木に。うっ、なんでやねん。さあ、でもちょっとだけゴブリンがはみ出てる。いや、多い多すぎるな。ちなみにね、アーチャーもゴブリンもクロスボウも全部スケラに相性いいです。はい、なのでこのマッチングはね、非常に勝ちたいですね。ハッシュメン来たらマイティーでなんかで止めたいね。さあ、ポイズン打たれる。これはクロスとか置かずに低コストで回して、もう一回リポン行っていい気がする。で、リポン行ったタイミングだとこの相手のポイズンとか回んないんで、アーチャーで全部守れちゃうわけですよね。さあ、さよなら。なんか防衛クロス置いても良さそうですけどね、ぶっちゃけ。さあ、で、ここで使われたんで、このね、エイリポンが立つよねと。で、もう一回リポイントくる。さあ、で、こっから俺は攻めたいですね。リポンいってる分後半来ます、俺のターンが。うわ、巻いてます。これはもう両サイパーティーできる。すべてが苦しいぞ。あ、そのタルパもミスってる。さあ、一生経つよ、エリアドの暴力として。いや、やばいよ。いや、これがね、アーチャー、ゴブリンの強み、マイティの強み、エリポンの強み、クロスの強み。さあ、次は何使いのカエルくんかい。さあ、よろしく。なんかもっとマイティ出してもいい気もしましたね。マイティ出すとやっぱサイクル早くなるんで、お、これはだってチャンスですよね。メガネット出してるんで、今コスタで4とかしかない。で、メガナイトはマイティだけでしばけるんで、まあここでね、延命できたら幸せでしたよね。まあできなかったんで、まあしゃあなしと。さあ、メガナイト、ミニペ、ロケコか、プリンスもいたっすね。カチカチオールブレイカー的な。さあ、キング起動。エリポン強そうだな、この相手に。防衛クロスも強そう。施設がものすごい強い顔してる。さあ、メガナイトはもうマイティで
終わりなんで。ああ、ポイズンあるんですね。なんだろうね。さあ、攻めていこう。メガネで来ても、巻いてやります。巻いてやります。いて、範囲入ってるわ。あ、でも、これで、きついきついゲーム。あー、ダクブリボイルかい。なんでやねん。だいぶかっこいいなぁ。まあでも、きつい、きついんじゃないですか。なんか受け微妙だったな。エリポン置きまーす。おい、ライトニングもね。これも結局さ、あの、ポイズンあるんか。まあ、一旦ね。締まらせていただいて、エリポン置いて、はい、ポイズン使ったらこのエリポン、残ります。さあ、ここは、さすがに来そうなんで、だいぶ、怖い。まあでも攻めながらペース作った方がいいかな。ただ俺削れんのかな。こっからの削りがむずいっすよね、リコンクロス。さては、やばい、これチャンスだ。これは来ましたね。逆サイです。チュビチュビチュビ。ここにね、まあなんか来てもいいようにいっぱい出してあげて。密かに俺はね、エリポン置いてたんでね。そのアドによってね。いや、やっぱエリポンをね、どんな時も置いていくのが大事だな。さあ、よろしく。エリポン置きたい。なんで適当に捨てます。アーチャーでもそう考えたらまだまだ強いっすね。うん、結局セパできちゃうし、リーク受けできるし。やべ、俺のマイティなんかヘナチコだ。だいぶ短いんだな。うわぁ、いい、マジアチャ。生き生きしすぎだろ、プレイが。通常マルチ戻ってきて。だいぶ気持ちよくなってんな。あ、待って、ミスった。どう考えてもエリポン。これ多分相手からしたら、あ、こいつ諦めたなっていう思考になると思うんで、ここで油断させておいて勝つ。はいはいはい。ラムなのに嫌だな。工場だったら楽だったな。射抜かないでほしいな。やるなっつっとくか。まあでもこっから俺リポン置いて守って、リポン置いて守ってクロスチャキグッドゲームって感じかな。まあ負けすぎはマジアチャーっすね、本当に。逆にあそこさえ止めてしまえばみたいなとこある。エレキ来そう。
いいんじゃないの。さすがにリポン大事なんでね、削られてる側でいいや。アーチャー最強。さあそんなことしていいんかい。クロスの受けがないんじゃない。スタンプが来ないようだ。おかしいな。といったところでこちらのエリポンクロス、まあ、世界1位2位が使ってるんでね、はい、強いのはもう証明されてると思うので皆さんもやってみてください。ではお疲れ様です。またね。